エピソード40例文142この文の if 節は何々かどうかという意味ですこの意味の if 節は know 知っている see 確かめるなど動詞の目的語で用いるか not sure 確信がないという形容詞の後ろで用いるぐらいで使い方が限られています 「They're a Seeking」は関係代名説で criteria を修飾しています。例文143。副使節を導く「if」には「もし何々なら」という意味のほかに「たとえ何々だとしても」という意味があります。「if not」はこれに否定の「not」の意味が加わり「たとえ何々でないとしても」という意味になります。 experience in VING は、V することにおける経験という意味ですが、in を省略するのが普通で、TOEIC でも experience VING の形で出題されています。例文144、副詞の promptly は動詞の notify を修飾しています。このように、助動詞と動詞の原形の間には、副詞が挿入されることがよくあります。 ここでの if 節は、もし何々ならばという意味で、if 節の中は存在を表す there is の公文です。ポストの空きが存在するのは将来のことですが、文頭の we will が将来に関する意思を表しているので、there will be と未来形にせず there is という現在形が使われています。c o m シ e n s u r a t e with 以下の形容詞は、 オープニングを就職しています。